縄の島々にはアダンという木がたくさん生えている。沖縄にアダンの木がまだ一本もなかった昔、小さな島の丘にガジュマルの木が立っていて、そこにキジムナーが住んでいた。キジムナーには不思議な力があって、夜になるとどこへでも飛んでいくことができた。マングローブの茂みの中を流れる川にはたくさんのトントンミーというトビハゼが住んでいた。トントンミーは水や砂の上をトントン飛び回って一日中忙しそうに走っていた。トントンミーとキジムナーは仲のいい友達だった。夜になってキジムナーが熱い体を冷やしに川へ降りてくると、トントンミーが集まってきて水しぶきをかけてやった。ある日のこと、わあなんてひどいことをするんだ、トントンミーたちは逃げ回った。昼間は木の中から出てこられないキジムナーは、わしの友達をどこへ連れて行くんだと木の上から見ているばかりだった。夜になるとキジムナーはその子の家を探し回った。やっと見つけた時にはトントンミーは天ぷらにされて食べられていた。明日の晩この家に毒蛇を放り込んで二人とも殺してやる。キジムナーは友達の敵を討つことを誓った。その子は村人の仕事を手伝って食べ物をもらって病気の母さんと暮らしていた。父さんは5年前の大しけの日に海へ出たまま帰ってこなかった。いつも走り回っている小さなその子をみんなはトントンミーと呼んでいた。次の夜、キジムナーはハブを持って飛んできた。キジムナーがハブを投げ込もうとした時、あの子の歌が聞こえてきた。母さんに抱かれて父さんが歌ったあの歌を僕は覚えているよ。僕に三線があったら。キジムナーは家の中へハブを投げ入れた。ところがハブは三線に姿を変えてその子の腕の中へ落ちてきた。どうしたことだ。キジムナーは窓から覗き込んで驚いた。その次の夜もキジムナーはハブをどっさり抱えてやってきた。ハブよハブよ、中の親子を殺してこい。するとまた歌が聞こえてきた。風のそよぐ夜はクバの葉が揺れるよ。母さんと二人の夜は三線で歌うさ。どうしたことだ。今度はハブが花に変わったぞ。この歌がわしの心をどうにかしてしまうんだ。キジムナーは驚いて逃げ出した。誰だろう花を投げ入れたのは。本当にいい香りだよ。おかげでとてもよくなったよ。花をくれたお方にお礼を言ってきておくれ。子供はキジムナーを追って飛び出した。おじさん、花をありがとう。母さんはあの花の香りですっかり元気になったよ。お前はずいぶん早く走るな。わしより早い人間に初めて会ったぞ。僕はトントンミーさ。みんなは僕のことをトントンミーと呼ぶよ。一日中走り回っているもの。トントンミーならわしの友達だ。しかしトントンミーがトントンミーを食べるのはもうおよし。明日の晩からわしと一緒に海へ行こう。大きな魚がたくさん取れるぞ。
して次の夜、キジムナーはトントンミーを背中に乗せて海へ飛んでいった。サンゴ礁の海がトントンミーの下で青く揺れていた。不思議なことに、どんな深いところでもトントンミーの背中は濡れなかった。トントンミーは気持ちが良くなって、つい大きなおならをしてしまった。するとキジムナーは急にトントンミーを放り出して声を上げて泣き出した。やめてくれ、人間のおならでわしの力がなくなってしまうのじゃ。キジムナーはトントンミーに助け上げられても、もう飛ぶことができなかった。その時大ダコが襲ってきた。トントンミーが貝殻で大ダコの頭を思い切りつくと、タコは少しの間くにゃくにゃしてしまった。その隙にトントンミーはキジムナーを背負って逃げ出した。空が明るくなってくると、キジムナーはトントンミーの背中でぐったりしてしまった。おじさん、しっかりして、死んではダメだよ。大ダコが追いついてきて、二人を海の中へ引きずり込もうとした。その時トントンミーの背中にトゲが刺さって、あまりの痛さに振り向くと、トゲのいっぱいついた葉っぱが大ダコをやっつけていた。キジムナーは赤い実をつけた木になってトントンミーを助けたのだった。それがアダンの木だ。アダンは沖縄の土に根を張って、雨や風から島を守っている。アダンの実と柔らかい芯は食べられるし、葉っぱはトゲを取って帽子や敷物になる。キジムナーが姿を変えたアダンの木は沖縄の島々に広がって、潮風の中で思い切り腕を伸ばしている。